世に知られるタイタニック号の悲劇とは、氷山に衝突した豪華客船が1500人の命とともに海に沈んだという最悪の事故。しかし、これを単なる不慮の事故として片付けるには、あまりに不審な点が多いのです。浮上する6つの疑惑。安全性を前面に謳った不沈船タイタニック号は、華やかに初航海へと漕ぎ出したまま、二度と戻ることはありませんでした。こんにちは、Mちゃんです。今回は、歴史の裏に隠されたタイタニック号沈没事故の6つの疑惑をご紹介します。タイタニック号沈没事故の概要については、前編の動画で詳しくご紹介しています。先に見ていただくことで、この動画の内容理解が深まりますので、概要欄のリンクから、ぜひ先にご覧ください。タイタニック号沈没の原因となった17メートルもの氷山。夜の暗がりにその巨体を隠し、船は避け切ることができずに衝突しました。ところが不可解なことには、進路上の氷山の存在は、事件当日の朝の時点で、すでに判明していたはずなのです。危険を知らせる無線は、6度にもわたり受信された記録がありました。警告は通信士から、船長のエドワード・ジョン・スミス氏にも伝えられ、さらにはタイタニック号を所有するホワイトスターライン社の社長、イズメイ氏も船に同乗していたため、スミス船長から情報を受け取っていました。巨大な氷山の存在は他の複数の船も把握しており、別の貨物船からも再三にわたる警告を受けていたにもかかわらず、広い広い大西洋、なぜ避けることができなかったのでしょう。船はスピードを一切緩めることなく、氷山の方向へまっしぐらに進みました。タイタニック号の船長、スミス氏に疑惑の目が向くのは当然のことでしょう。彼の不審な点はまだ他にも。事故当日の夕方、スミス船長は VIP 客からディナーに招待され、優雅な時を過ごしていました。そして、午後9時20分頃、船が危険な氷山海域に接近する中、何かあれば連絡を、という言葉を残し、自室へ戻ったのです。スミス船長は、その道40年以上の大ベテラン、世界で最も経験豊かな船長の一人として、あらゆる船の処女航海を名指しで任されるほどに、名声の高い人物でした。誰より海を理解しているはずの男が、危険領域を目前にして、なぜ立ち去ったのでしょう。彼はタイタニック号の航海を最後に引退を予定していました。当時62歳、愛する船と共に暗い海に沈んだと言われています。タイタニック号沈没事故の不審な点はこれだけではありません。船の見張り台に必要不可欠な双眼鏡。事故当日のその日に限って所在不明となっていたのは単なる偶然でしょうか。1912年4月14日、その日は星の輝く穏やかな夜でしたが、月明かりはなく、見張り板はもやのかかった暗い海を肉眼で監視するしかありませんでした。何もない真っ暗闇で見える程度は知れています。巨大な氷山が見えた時には、船は目前、回避はできませんでした。事故当日の動きがいかに怪しいものであったか、ここからは一連の事故が事件であった可能性を解くさらに深い疑惑です。世界最大級の豪華客船タイタニック号にはうり二つの姉妹船が存在しました。沈没事故の2年前、1910年9月に完成し、翌1911年6月に初の航海に出たオリンピック号。同様にホワイトスターライン社が所有し、事故以前はタイタニック号より勝る知名度を誇りました。しかし、その処女航海の際、ニューヨーク、マンハッタンの桟橋でタグボートを船尾に危うく巻き込むという事故を起こし、さらにその後も衝突など、1年も経たないうちに3度も事故を起こしたため、船の評判は下落し、ホワイトスターライン社は多額の修理費と賠償金を抱えることとなりました。故障したオリンピック号は、北アイルランド、ベルファストの造船所に運ばれ、造船中のタイタニック号と並んで置かれました。
2隻の船は外観も内部構造もそっくりで、一般人には見分けがつかないほどでした。さて、オリンピック号の事故で莫大な修理費と賠償金を抱えたホワイトスターライン社は、次なる豪華客船タイタニック号に多額の保険をかけていたといいます。かけた額は船体の損害だけでも100万ポンドにも及び、沈没事故の後は相当の保険金が支払われ、1934年に吸収合併されるまでの22年間ホワイトスターライン社は経営を続けました。タイタニック号の沈没の際、社長イズメイ氏は救助活動に参加したものの、乗客の半数分しかない貴重な救命ボートに乗り込み、無事生還しています。あなたはきっとこう思うでしょう。タイタニック号沈没事故は保険金目当てに仕組まれた事件だったのではないか。そして疑惑を後押しするさらなる事実が発覚します。タイタニック号の沈没を事前に知ってか知らずか、関係者の不審な行動、タイタニック号の実質的なオーナーであったホワイトスターライン社の親会社の社長ジョン・ピアポント・モルガン氏。彼は大手金融機関モルガン社の創設者であり、アメリカの金融産業界を傘下に収めるアメリカ五大財閥の一つ、モルガン財閥の創始者です。モルガン氏は公開前年に開催されたタイタニック号の進水式にも出席し、初公開ではタイタニック号に乗船する予定でした。しかし直前に病気を理由に乗船をキャンセルし、同時に運ぶ予定だった多くの美術品の積載を取りやめています。ところがその実病気にはかかっておらず、愛人と旅行へ出かけていたことが判明し、加えて彼の友人であった鉄鋼王ヘンリー・フリック氏など船に乗る予定だった50人余りの人たちが乗船を一斉にキャンセルしていたのです。20世紀最大の海難事故タイタニック号沈没の真相、これらの不審な点から浮かび上がった一つの仮説はこのようなものです。豪華客船オリンピック号の事故により、ホワイトスターライン社は経営難に陥った。新たに作っていたタイタニック号はオリンピック号と瓜二つで、同社は秘密裏にこの二隻をすり替え、事故で使い物にならなくなったオリンピック号をタイタニック号と偽り就航させた。ここで事故が起きれば莫大な保険金が降りる上、オリンピック号も処分できる。その後は新品のタイタニック号を修理の完了したオリンピック号とすれば、全ての問題が解決する。そう企み、わざと氷山に衝突した。タイタニック号の沈没後、修理が完了したオリンピック号とされる船は再び順調に航海を始め、第一次世界大戦では輸送船として戦火をかいくぐりながら23年間海を渡り続けました。もし仮説が本当なら、一体どこまでが想定通りだったのでしょう。被害の規模ははるかに小さくとどまる算段だったのかもわかりません。そもそも世界最大級の船をすり替えるなど本当に可能なのでしょうか。後編では事故当時の証言や最新の調査結果を踏まえ、別の角度から真相を究明します。ぜひお楽しみに。私 M のインスタグラムでは、動画に関連するトピックをイラストや写真とともに発信しています。概要欄のリンクからぜひ覗いてみてくださいね。 M チャンネルでは、世界に存在する不思議や都市伝説、神話などをご紹介します。この世の解明されていない謎に興味がある人は、今すぐチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。